こんにちは、かよです。今日は化粧水14種類の徹底比較を紹介したいと思います。今回は鎮静系保湿系と分けて紹介し、最後に各部門お気に入り第1位を選びたいと思います。今回紹介していない化粧水につきましては以前の動画でまとめておりますので、参考にしていただけると嬉しいです。では早速始めていきます。まずは鎮静系です。一つ目はこちら、セリマックスザリアルノニ水分バランシングトナーです。私の大好きなノニシリーズとなります。ファエの化粧水部門では現在圏外、口コミ評価は 4.33 です。こちらはノニエキスが 80% 配合された保湿、鎮静、弾力の効果がある栄養トナーとなります。テクスチャーはシャバシャバ系の水タイプです。スッと柔らかく馴染んで、仕上がりはさっぱりとしながらしっかり潤います。お肌が荒れている時はコットンパックをするとお肌が早く回復するのを実感できます。香りはほんのりハーブの香りとなります。鎮静といえばドクダミやツボクサというイメージがあると思うんですけれども、ノニもぜひ一度お試しいただきたいぐらい一押しです。敏感になった揺らぎ肌や赤みがあるピリピリとしたお肌もしっかり鎮静しながら同時に保湿もできるので、デイリー使いでもよく使っているトナーです。続いてこちら、アヌアドクダミトナーです。こちらも何度も登場している私の肌荒れの時の鎮静トナーとなります。ファエの化粧水部門では現在23位、口コミ評価は 4.16 です。主成分がドクダミ 77% となり、ニキビや肌荒れの鎮静をしながら保湿も同時にできるトナーとなります。テクスチャーはシャバシャバ系の水タイプです。とろみ感もほぼなく、さっぱりとお肌を整えてくれる感じがあります。香りも一切ありません。使ってみた感想は、こちらはニキビや肌荒れの時に私は本当にびっくりするぐらい効果を実感した化粧水となります。私はアヌアのシリーズが本当に大好きで、いろいろと試してみたんですけれども、トナー以外だとこちらの美容液も濃厚なとろみテクスチャーで高い鎮静効果があるので、肌荒れの時はトナーや美容液を一緒に使うことがよくあります。続いてこちら、エチュードハウススンジョンセンテリア弱酸性鎮静トナーです。ファエの化粧水部門では現在圏外、口コミ評価は 4.72 です。こちらは大人気スンジョンシリーズの敏感肌用鎮静ラインとなります。パンテノール、マデカソサイド、ツボクサエキスなどが含まれており、お肌のバリア機能を高めながら敏感になったお肌を鎮静してくれる効果が期待できます。テクスチャーはシャバシャバ系の水タイプです。お肌へ馴染んだ後はベタつき感が全くなく、サラッとした仕上がりです。荒れたお肌に使用してもピリピリ感などの刺激もありません。使ってみた感想は、こちらは本当に癖がなくて優しい使用感という感じです。正直鎮静効果はすごく高いという感じは実感できなかったんですけれども、使い続けることでお肌が健康な状態に整うという感じがありました。コスパもいいので、こちらはデイリー使いしやすいシリーズだと思います。続いてこちら、ブリングリーンティーツリーシカスージングトナーです。ファエの化粧水部門では現在56位、口コミ評価は 4.22 です。こちらは3種類のティーツリーコンプレックス 50% とツボクサエキス 3% 配合で、ニキビや荒れたお肌の鎮静効果が期待できるトナーです。テクスチャーはシャバシャバ系の水タイプとなります。アハ成分配合で角質ケアも一緒にできるタイプです。香りはティーツリーの爽やかな清涼感のある香りがあります。使ってみた感想は、こちらは脂性肌さんやニキビ肌さんにおすすめしたいトナーです。乾燥肌の私はこれだけでは少し保湿感が足りないなと感じたので、第一段階の拭き取り化粧水のように使うことが多いです。さっぱりとした使用感で清涼感があるので、これから春夏の季節に使いやすいかなと思いました。またこちら大容量で本当にコスパもいいので、ミスト容器などに入れ替えてデコルテや背中のニキビ予防などにもいいかなと思いました。続いてこちら、メディヒールティーツリーバイオームブレミッシュシカトナーです。ファエの化粧水部門では現在22位、口コミ評価は 4.40 です。こちらは鎮静効果のあるティーツリーとお肌を健康な状態に整えてくれるティーツリーバイオームが含まれており、敏感になったお肌を素早く回復してくれる効果が期待できます。またパハ成分が配合されており、角質も優しく整える効果が期待できます。テクスチャーはシャバシャバした水タイプです。肌なじみがよく、さっぱりとした使用感でベタつき感も一切ありません。香りは草っぽいハーブの香りがあります。使ってみた感想は、こちらも脂性肌さんやニキビ肌さんにおすすめしたいトナーです。先ほどのブリングリーンと同様、乾燥肌の私には少し保湿力が足りないなと実感しました。ただ荒れたお肌に染みたりすることも全くなく、優しく鎮静をしてクーリング効果もあるので、これから暑くなる季節に使いやすいトナーかなと思います。続いてこちら、魔女工場アワービーガンドクダミシカトナーです。ファエの化粧水部門では現在圏外、口コミ評価は 4.50 です。こちらのシリーズは 100% ビーガン処方となっていて、144時間発酵させたドクダミ 98% とシカを配合した鎮静に特化したシリーズとなります。テクスチャーはシャバシャバした水タイプです。スルッと
馴染んでベタつき感は全くなく、仕上がりはサラサラっとしたお肌になります。香りはほんのりとドクダミの香りがあります。私の大好きな鎮静成分ドクダミやシカが配合されているため、肌荒れの時に効果を実感したトナーでした。あとは大容量でコスパもすごくいいので、量を気にせず使えるところも嬉しいです。こちらもさっぱりとした使用感なので、肌荒れの時はもちろん、これから春夏の季節にもおすすめです。続いてこちら、アビブドクダミカーミングトナースキンブースターです。ファイの化粧水部門では現在圏外、口コミ評価は 4.51 です。こちらドクダミエキス 50,000ppm と低分子ヒアルロン酸が配合されており、お肌の鎮静と保湿が同時に叶うトナーです。テクスチャーはシャバシャバした水タイプですが、なじませる時に少し柔らかさを感じます。浸透した後はお肌がサラサラしながらもふっくらとしたお肌になり、保湿力も高いと感じました。香りはふんわりと優しいドクダミの香りがあります。使ってみた感想は、鎮静系の化粧水はさっぱり系が多い中、こちらは鎮静しながらもしっかりと保湿力があると感じました。仕上がりはサラッとしたお肌になり、その後のスキンケアの浸透を良くしてくれるような感じがあります。敏感な状態でも刺激なく使えて、成分も優しいので信頼して使っているトナーです。続いてこちら、ビープレーン緑豆バランシングトナーです。ファエの化粧水部門では現在36位、口コミ評価は 4.49 と高評価です。こちらは緑豆エキスが 42.6% とパハ成分が配合されており、お肌を明るく整えながら角質ケアもできるトナーとなります。テクスチャーはシャバシャバした水タイプです。浸透が良く、馴染んだ後はお肌がサラサラとしてベタつき感が一切ありません。保湿力は高くないと感じたので、角質ケアをする第一段階の拭き取り化粧水のように使うのがおすすめです。香りは一切ありません。使ってみた感想は、刺激なく角質ケアができるのが嬉しいです。敏感肌の私でも毎日使っても刺激になったり負担になることもなかったです。使い続けることでお肌のキメが整ったのを実感したので、同じシリーズの緑豆洗顔料も大好きなんですけれども、こちらのトナーも使用感が良かったです。続いてこちら、バイエコムピュアカーミングファーストウォーターです。ファエの化粧水部門では現在圏外、口コミ評価は 3.69 です。こちらは氷河水 80%、 ツボクサ、お肌の再生成分 EGF などが含まれており、素早くお肌を鎮静し健康な状態に取り戻してくれる栄養トナーとなります。テクスチャーはシャバシャバした水タイプで、スルッとお肌になじみます。ベタつきや重たさもなく、仕上がりはもっちりとしたお肌になる印象です。香りも一切ありません。使ってみた感想は、こちらは鎮静だけでなく、お肌を健康な状態に取り戻してくれる EGF 成分などが含まれているのも嬉しいです。鎮静系なんですけれども、さっぱりしすぎてなく、保湿や弾力、ハリケアなど全体のコンディションを整えてくれる感じがあるので、こちらお値段以上の価値ありなトナーだと思ったアイテムです。続いて保湿系です。最初はこちら、メイクプレムセーフミーリリーフエッセンストナーです。ファエの化粧水部門では現在圏外、口コミ評価は 4.56 です。こちらは鎮静効果のあるディールエキス、低分子ヒアルロン酸、セラミド、パンテノールなどが含まれており、敏感なお肌を鎮静しながら健康な状態に整えてくれるトナーとなります。テクスチャーは柔らかいブースターのように軽いとろみのあるタイプです。サラッとしているのですが、保湿力がかなり高く、使用感がすごくいいです。肌なじみもよく、お肌にスルッと浸透し、何度重ねてもベタつき感がなく、お肌が本当に内側からもちもちになります。使ってみた感想は、私の大好きなラネージュのクリームスキンの軽いバージョンという感じで、クリームスキンは春夏使うには少し重たいけれども、春夏もしっかりと保湿力があるトナーがいいという方にはこちらをおすすめしたいです。大容量でコスパもいいので、量を気にせず使えるところも嬉しいです。続いてこちら、ドクター G フィラグリーンバリアトナーです。ファイの化粧水部門では現在圏外、口コミ評価は 4.24 です。フィラグリンとは皮膚の表面で作られているタンパク質の一種で、保湿をしたりお肌を守る効果があります。こちらの化粧水は2層タイプとなっていて、お肌に水分を与えながらバリア機能を強化する敏感乾燥肌用のトナーとなります。テクスチャーはシャバシャバとした水タイプですが、なじませるとかなりしっとりと保湿力があり、お肌にスルッと浸透します。なじんだ後は表面はサラッとしながらも、内側からしっとりとしています。香りは薬草系のハーブの香りがあります。使ってみた感想は、こちらのシリーズは超乾燥肌の方や敏感肌の方におすすめしたいシリーズです。お肌のバリア機能を整えて健康な状態に取り戻してくれます。すごく乾燥が気になるという方以外は、これからの季節は少し重たいテクスチャーかもしれません。続いてこちら、ナンバーズイン3番ウルツヤ発酵化粧水です。ファイの化粧水部門では現在75位、口コミ評価は 4.14 です。こちらは50種類の発酵成分が含まれていて、保湿、ツヤ、弾
弾力、栄養などお肌を総合的にケアすることができる栄養化粧水となります。テクスチャーはとろっとした美容液のようなタイプです。保湿力がかなり高く、馴染んだ後はお肌がしっとりと整う感じがあります。ただバラのような香りが個人的には少し強めにあるなと感じました。使ってみた感想はこちら、使い続けることでお肌が本当に綺麗になったなと実感したアイテムでした。私は発酵系のスキンケアを使うとトラブルが出ることが結構あったんですけれども、こちらに関してはトラブルがなく使うことができました。保湿力も高く、美容液のようなテクスチャーなどで乾燥が気になる方にもおすすめしたいです。ただ香料は入っていないんですけれども、お花の香りを結構強く感じるので香りに敏感な方注意が必要かなと思います。続いてこちら、クレアスサプルプレパレーションフェイシャルトナーです。パイの化粧水部門では現在54位、口コミ評価は 4.11 です。こちらは韓国内でコスメアワードを多数受賞した人生トナーと言われている化粧水です。テクスチャーは少しとろみがありますが、なじませるとサラサラとすぐに浸透するタイプです。香りはラベンダー、ゼラニウム、レモン、イランイランなど天然オイルが配合されており、リラックスできるハーブ系のいい香りとなります。使ってみた感想は、こちらはさっぱりとした使用感なので、これからの季節に使いやすいかなと思います。あとは天然のハーブの香りなんですけれども、香り自体は結構強くあるので、香りに敏感な方はこちらも注意が必要です。最後はこちら、ロベクチンエッセンシャルトリートメントローションです。ファイの美容液部門では現在19位、口コミ評価は 4.26 です。こちらはパンテノール、パパイヤ果実エキス、天然カフェイン、アデノシン、7種のヒアルロン酸などが配合されており、敏感なお肌の角質を整え、水分感あふれる透明肌に整える美容液化粧水となります。テクスチャーはかなり濃厚なとろみのあるタイプです。伸ばした後はベタつき感などはなく、1回でもかなり内側からもちもちっとした肌になります。香りも一切ありません。使ってみた感想は、化粧水というより美容液のような濃厚なテクスチャーで、1回でもお肌が本当にプルンともちもちっとなるので、こちらも気に入っているトナーです。乾燥肌の方はもちろんですが、ベタつき感などはないので、どんなお肌タイプの方でも使っていただけると思います。最後に部門ごとのお気に入り第1位を発表します。新生部門第1位はこちら、アヌアドクダミトナーです。ノニトナーも同一1位としたいぐらい本当にお気に入りです。アヌアのドクダミトナーは肌荒れ時には本当に定番の信頼アイテムです。続いて保湿部門第1位はこちら、ナンバーズイン3番ウルツヤ発酵化粧水です。正直香りが強いのがちょっと苦手だなって最初は思ったんですけれども、使い続けることでお肌のツヤやキメが整ったのを本当に一番実感した化粧水でした。ではここまで化粧水14種類の徹底比較を紹介させていただきました。もうすぐ9点目替わりが始まりますので、少しずつ今回のようなまとめ動画も作っていきたいと思います。インスタでも動画のまとめや韓国の最新コスメを紹介しておりますので、合わせてチェックしていただけると嬉しいです。こちらの動画が参考になりました方、高評価コメントも残していただけるととても励みになります。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。